大阪入管が問題になっています。大阪入管の女医が泥酔している。処分がされず、女医はそのまま続けているって問題の文書が出てきました。まずはこの文書の損否についてお答えいただきたいと。この内容が報告書として存在するものなのかどうなのか、つまり我々が持っているものなのかどうなのかとお答えは差し控えざるを得ないと考えているところでございます。なんでなんだ？入管の役人、もう一回見てみよう。この内容が報告書として存在するものなのかどうなのか、つまり我々が持っているものなのかどうなのかとお答えは差し控えざるを得ないと考えているところでございます。なんで斉藤法務大臣からも一言申し上げます。官僚は凡庸であり、ヒトラーの時代と同じですが、凡庸な官僚たちが大きな悪事を働くということを日本国民は忘れるべきではありません。えへん。斉藤大臣は余計なこと言わずに引っ込め。すべてこれ行政文書でしょ。それを皆さんが否定しちゃいけない、皆さんが隠蔽しちゃいけない。でそれを大臣が加担しているとすれば、これはもう大臣当然問責に値すると。